やりましょう。やろう。スパデラな。スパデラ。毎年恒例、刹那の見切り対決です。てれてて。20代は嫌だね。10代出したいね。10代前半出したい。いきますよ。僕が 1P で、ガミさんが 2P でございます。はい、2P です。当然一番上。いく。一発なんだよな。ウィリーか。ウィリーだ。私は。ああ。フライングすんなよ。任せろ。これマジでこれは撮り直したいな撮り直すとかないからちょっとさそっち押さないで俺に一回やらしてよ。別にそれより早くするとかしないから。ああ、ね、まだボタン効いてない可能性あるから。めっちゃ光ってますよ。 A ボタンよね。うん。ここはここ切るでしょ。だっていや撮ってるし。いや使えるから。これやばいよ。やばいって。ちょっとなんだろう。さあマミさん、パトロールのお久しぶりです。あードラえもん自体ですね。ドラえもんが出てきそうな感じがするね。もうね、このまま俺は君と付き合ってるとドラえもんを嫌いになってしまう。あんなに好きだったのに。あのこの中だと一番ドラえもんが出そうかなって思うのは俺はこれだけどね。うにょうにょしてるしね。確定で出るゲームは出そうでもない。君の中ではね。なんかちょっと最後にドラえもん一つ見て終わりにしようか。そうだね。知恵を育む旅に出よう。あ、ミニドラ音楽隊ね。ミニドラって今どういう声してんのかね。声。ああ。でも昔も別に大山信夫の声ではなかったからね。あのすごい高い。ドラ、ミニドラのモノマネしてもらってもいいですか。ドラ。まあでもそうだよね。こういうやつ。ドラだ。あ、そうそうそう。こういうやつ。そうそうですよね。ミニドラ可愛いもんな。ミニドラの。じゃあ音合わせお願いします。せーの、1、2、3、だやってみようか。今度は本番。うん。確実に分かるだろうっていう確信があるやつだけ書いてくんない。いや、そのはずなんだけど、すごい有名なやつよ。分かるでしょ。5文字5文字だよ。こういう5文字のやついるから。え、伝わらないか。これは1個伝わらないとさ、もう相手の頭文字の予想ができないから。ああうまいけど。伝わってないな。伝わってないな。これで相手が今度何を書いてくるかだよね。ああ、はいはいはい、もう分かったわ。やばい。もう分かんないわ。分かんないか。分かんないよ。分かんないか。え？ダメか。俺さ、この動画俺がやりたいって言い出したけど、うん、動画にした時に俺ばっかり叩かれる気がするな。君またそれなんだね。分かんない時全部それにするのやめろ。稲葉が書いたやつも俺に伝わってる感じする。ああーなるほどね。頼むぞ。任せろ。渡したぞバトンは。伝わってないな。俺が思ったのと違う。俺が思ったのと違う。マジかよ。これは俺が先般かもしれんな。うわー伝わってない。なんだそれ。え何を試案してるのかわからん。何文字。6文字。6文字いかん。まあ今回もダメだったな。まあそれではないんですけど、すげえ椅子雑になったな。あーめっちゃ伝わってるけど、あとは文字数かな。時間がない。もう書き始めてるね。
わかんないかな。何にも書き加えられない。ダメだよ。やばい、これはこれはやばいな。それでも稲葉の稲葉の7文字何なんだよそれ。え、いやいやいや、もうもう二度と書くまいと思ってたんだ。殿下の音出てきたな。それね、当たってないよ。分かってるよ。鼻？ああ。はい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 。イケメンだな。大丈夫だ。任せろ。いけると思う。お前が最初に思い浮かぶやつはろくなものではない。なんだそれは。いけるいけるいける。わかるだろ。分かったかな。分かったらすごいと思うよ。ちゃんと、ね、やっぱ、ある程度書きたいようには書ける。いや、違うな、違うな、違う、違うな。そうなんだよな。あ、でも、あのね、稲葉が何と勘違いしてたかも分かった。は？ハマってるゲームがあって、そっちから取っちゃった。やばい。もう。マジか？久しぶりに見たけど、雑になってるよ、なんか。え、待って待って待って、なんで5文字なの？今気づいたよ。え？待ってくれよ。大丈夫だ。大丈夫だ。あ、すごい。すごいでしょ？うん。伝わってんだろ？伝わってるよ、もちろん。なんだそれ。あ、やばいかも。全然違うな。あれあれ、こんなんじゃないな。ガミは隠すセーラームーンや。違うんだよ、ちょっと待ってくれ。あ、やばい。なんだよそれ。セーラー何なんだあれ。違うんだ、セーラー。わかんないな。その呪縛から解き放たれてくれ。これはね、早く終わらせて謝りたい俺は。待って待って待って。何書いてんのそれ。手元が震えるわ。え、誰だい？これじゃわかんねえだろうな。誰書いてんの？え、待って。まだ現時点でなるほど龍一にしか見えないんだけど。え？違うかな？違うかな？待って、誰書いてんの？これはやばいな。でもガミならいけそうだな。あ、違うわ。違うな。俺が思ってるのと。次が問題作でしょ。とりあえず一言言いたいのが、はい、ごめんっていうことだね。まあそうだろうね、謝罪だろうなって思ったよ。どういうんだっけ、沖戸博士って。まずヒゲはない、ね、ヒゲはないんだっけ。髪型はかろうじて近いものがある。髪型近いよね。うん、髪型で工夫するしかないのかなって思ったんだけど、あと白衣着てて、うん、これこそなんでモンスターボール書かなかったの。いや、書くつもりはあったんだけどね。そのポケモン図鑑をまず書くつもりだったんだけど。ポケモンってわかんないからさ。何で伝わったの？俺最初はね、織田信長だと思ったの。全然違う。いや、なんかでも、俺が書く織田信長、あれや。一回見てるはずだ。ここまでガラッとは変えないよ。洋服好きっていうのもあったし、信長は。解釈が好意的すぎるよ、織田信長に対する。そうなんだ。でも思ってたら文字数が違ったんだよね。うん、そうね、7文字だったから、うん、あ、これは、うん、小田切城だ。一応言っとくけど、お前はこれ大木戸博士より小田切城の方が絶対近いからな。小田切城か。お前ちょっと今小田切城ググってみろ。絶対近いから。本当に？本当だよ。いや、俺が知ってる小田切城はさすがにあれよ、
クーガとかやってた頃だな。で今ね、ヒゲ生やしてて、マジこういう感じ、ナイスミドルって感じなの。だろだろゼロだわ、これ。そう、すっきりしててさ。ごめん。異常を変えてた。むせたわ、もう。ジョーだわ。似てるでしょ。似てた。ごめん。変えたいな、今から名前。変われば100点だもんね。そうだよ。だから、ジョーでヨットにしたの。ヨットな。いや、俺は、世界一周なのかなって思って。こちらのゲーム。パシファイ。ちょっと一緒にね、遊んでみようと思っているんですけども、よろしいでしょうか。はい、あんまよろしくはないけど一人では心細いかなと思って今日は特別にゲストを招いております。我々の共通の友人にして最強の傭兵ゾノさん、どうもどうも。入りづれよ。そんなことないでしょう。誰だこれ。帽子誰だ。帽子、ちょっと待って、 お前誰だお前誰だ、この帽子かぶってるやつ。帽子は、俺の画面には帽子かぶってるやつ見えないから。これか、俺か。ガイがね、なんかね、今階段います。イタリアの陽気なおじさんみたいな感じの風貌です、ね。うつむいたハゲが。これ、ゾノか。これ、ゾノね。俺ハゲてんの。ゾノ黒人ですね。黒人ってんです。すっげえ。ライト消える、ライト消える。下見てるけど。一人で行っちゃうからだよ、あの人が。あれ間違えた。消えた？間違えて、あの、タイトル画面に戻るを押しちゃった。なんでだよ。え？ちょっとメニュー見てて。協力して何かをしないといけないんだって、きっと。あ、変わった。あ、女の子になった。黒人のハギがいる。いや、女の子になったけど。ほんとだ。帽子かぶってるやつもいる。俺の見た目からだと変わってないな、二人は。あれ？いや。もしかして。でも入れ替わってる。あれ？俺たち、入れ替わってる。めんどくさいよ。ちょっと、え、あ、でもね、確かに今ガイが黒人でゾノがイタリアの陽気なやつになってるよ。え、じゃあ帽子かぶってんのゾノ。今階段でジャンプしてんのか俺。一番最悪の入れ替わり方なんだけど。ゾノ、階段はここだよ。登ってっていいよ。マジで。おー、なんか、なんか、え、待って待って、こっちこっち。待って、どこに行ったんだろう。待って待って、ちょっと待って、ちょっと待って。待って待って、来てる来てる。ゾノ？ゾノ？え？なんかいるよ。え？どこどこどこ？ちょっと待って、あー、やばい！やばい、俺んとこ来てんじゃねえか。あ、いたいたいた、誰かいた。こっち来んなよ。こっち来んなよ。さっきの何。ちょっとカメラマン俺なんだからさ。あっ、待って、どこどこどこ、マイクになってるよ。ちょっとそのそのあっもうちょっとふざけんなよ。ちょっと行かないでよ。これ大広間の鍵だった。大広間。ああ、じゃあ行けるって。え、なになになに、なになになに、なに、は、は、え、は、え、え、え、は、なんなんなんと、なんの音。待って、二人はどこ行ったの。やだ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 、なんか、みんなどこ行ったの。やだよ、神がいない。みんなどこ行ったの。ああ、なんかいる、なんかいる、なんかいる、なんか来た。なんか来た。ちょ、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 やりますか？やりますかね。縁のせい。ここまで来たら、もうやることはあと一つですね。一つだけです。あと一個だけ取ってない。
あ、それにしちゃう。取ってないメダルが。言及しちゃう。またちょっとね、違う服でね。また買いました。やってみてください。ああ遅いな。あ、バランス確かにいい感じするね。なんか振り回しても安定しそう。ガミはね、ぜひね、パワードスーツでずっと行ってほしい。で、植木と鍋の間に鍋をちょっと斜めるけど、押しちゃって、ああごめんごめんごめん。あ、生きてる。奇跡。マジで。マジで。奇跡の広がりを見せたぞ。これは完璧な広がり。これは拡張性すごい。本当か。何、あと 2,3 メートル持ち上げちゃえばあの植木なんぞなかったことになるわ ね。これ先に中音符でいいかい。いいよ。うん、頼む、支えてくれこいつで。え、紙どいて。はい、いいんじゃないの。よしよしよし、いいんじゃないの。いいぞいいぞ。27か、もうすぐ30だね。うん、ランクインはいけると思う。そこ狙いじゃないんだ。あー、なんか椅子横たえるよ。横たえてくれ。もう一回振ります。で、およし、これまた俺ら邪魔だな。右かな。右か、画面にかさっちゃうのかな。あの頭のアンテナは不安よね。右だね。ああ、はっ、よし、完璧。すごいすごいすごい。このタイミング取るのはだいぶ上手くなってきたぞ。どうしよう。植木？植木で。植木かな。幅を作る感じか。うん、いいんじゃない、いいんじゃない。はいはいはい。まあちょこの辺ですかね。そうですね。そいつのまあちょっと安定を取るなら頭に引っ掛けるぐらいですかね。こんぐらい。もうちょい右か。うん。そう。これこんなもんでいいか。傾くな。オッケーオッケーオッケー。間に傘じゃない。うん、そうだね。絵がな、絵に家の足つぼとか、あれ、みんな立つ。おじさんがいる。本当だ。今までもいたんだろうけどね、多分。そうだね。心の余裕がないからな。オッケーオッケーオッケー。よしよし。これはなかなかいい感じじゃない？いい感じですよね。左家？左家だな。家オン家かな。おお、怖え。あ、そうそうそう、信じろ。アームがトゥルッといったら終わりだからな。横耐えてほしいな。そうね。こうかな。あ、ちょっと横たわってないな。まあいいか。あー、また家。家めっちゃ来るな。いや、そ、これいけんじゃない。いけはした。35! あー、いいね。右かな、両方右かな。こうかな。あ、ちょ。うん、その上に行くよ。あ、でもこっちの方がいいか。どうだどうだ。あ、いんな。いや。安定だね。安定を取ろう。安定取ろう。あ、いいねいいねいいんじゃんいいんじゃん。魔法じゃ。左だな。左だね。完璧。早い、魔法ブロックが。待てよ。あ、いいね。よしよし。完璧完璧。よしよしよし。行くぞ。あ、一応俺のがそれに引っ掛けれる形状はしてる。先にじゃあこれ行こうか。そうね、中に落としちゃおうか。オッケー、これで。で、こいつをこう。いや、ズボッといきそうだな。ちょっとすまん。あ、それでいい、それでいい。オッケーオッケーオッケー。時間がね。虹来た。虹をかけよう。こうじゃん。いいね、こんなもんかですね。まだ来るんだな、フェンシングマン。そうだね。あ、音楽がなくなった。音楽が40m。いや、だいぶいいよ。まだヘリは飛ぶんだな。あ、これ中央にこう。家どうする。家はこの辺じゃないですか。あ、そうか。うん。虹の上に立つかな。ちょっと狭まってよければ、この辺の方が。で、いいと思う。絶対直立はする。オッケーオッケーオッケー。あと8メートル。すごいすごいすごい。傘は行きやすい。傘、右？間？
間でいい？間だね。もう変に崩したくないもんな。崩れてないか？オッケー、オッケー。よし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 。あと5メートル。なんだそれ。なんじゃそれ。え？どうする？でも間ギターじゃない？それかフェンシングマン同士の間に。間ギターを横に。横か。横だろう。何も置けなくなっちゃうから。おい、よい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 よ。いけるか？いけるか？はい。いった！魔法ブロック！右だな？右だね。頑張れ！よしとー！いけるいけるいける！鍋来い！あー。椅子をさ、立てよ？兜の上に。そうね。魔法ブロックか。いや、兜の上でいいだろう。兜の上行ったらもう50いけるでしょ。いけるいけるいける。こうだね。そうだね。話すよ。かーいったーそれどうすんだよ。いや、これはここだろ。あ、やった宇宙の音してきたな。50いった何だ月だすげえ。月、いけるかい月置きたいね、ここまで来たら。かー、曲すごい。やったねちょっと嬉しすぎる。やっと終われるここでどうだ月。あ、そうだろう、そうだろう、そこしかないよ。いやもうここからもういけると思うんでね。もうやるだけやろう。おーしよ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 し。もう終わってもいいじゃないよね。行くとこまで行きたいよ、ね、行くところまで行こう。100だね。100ってまだ半分ぞあ、いやでも割とね、今までになく安定はしてるんだよ。うん、そうなんだよね。オッケーオッケーオッケー。おー、わー、虹完璧。どうしようか、先に傘行って、先傘入れて上に虹かぶせじゃない。ここですよね。そうですね。ちょっと虹が重いな。はいはい。あー完璧すぎる。広い広い広い。足場も広い。もうヘリコプター飛ばない。あ、何これ、何それ。あ、それ このフェンシングマンの間かな。フェンシングマンと虹の間に。これいやらしいね、ここに来て。慎重にね、慎重にね。ね、あーよしこれ、あって、あれが多分コロっていって終わりなんだ。あーダメダメダメ。まだ、まだ持ってる店員さんどっちか。もう、左か。右でも左でもどっちでも。左にするわ。あーいいね。もう店員さんも一人、一つよ。味方よ。月を、間。魔法ブロックの間に置く感じだよね。こいつを先に、こうしちゃうわ。いやーすごいすごいすごい。60もいけそう。ちょっとこの荘厳な音楽がすごい嬉しいわ、ね、俺。木馬来た。木馬何それ。木馬、木馬ここでいいんじゃない、そのまま。そうだね、それ安定しないもんね、うん、絶対ぐらつく。今すごい安定してる。これはね、月の鼻をデボッとドッピッ。あっよしよし。虹をかけるか、先にギターを答えるか。先にギターだね。こうかな、はい、いいねいいね。このえ虹をこうかな。ああ、ああ、よし、オッケー、よしよし。カブトが先か。そうだね、兜を置くしかないよな、虹の上にな。このあちょっと上がんね上がんね上がんね。中央でいい。いやー、これこれは厳しい。頼む。どうしよう。これは植木を先に横たえますかそうだね、これはかなり難しいですよ。てか制限時間短くなってってないか。で、家が植木の上に置ければ。ナイス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 。店員さんがね、すげえいいとこ来てくれるよ。めっちゃ早い。どっちでもいいよね。右を狙います。オッケー。あー完璧。よしよし。完璧すぎる。ガミすごいね。もう慣れるよ、こんだけやってるもの何時間やったやら。カブトの方が横ったい。あ、それでもいいね、それもいいね。そうだろうな、それ素晴らしい。いい、オッケー。ちょっと左目に出したいけど、こんぐらい、うん、
こんぐらい70メートル。あーどうしよっかな。月を先に行くか、先に右、うん、こっちの方がいいね。そうだよね。でタコは無難にね、この辺ね。あ、いいね、オッケーオッケー、いいね、いいね。あー木馬、音符ここに入るんじゃない、この月のここ。チャレンジャーだな相変わらず。木馬を左に置ければさ。あーいいねいいねいいね。ごめん、いける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 。あーパワー頼む木馬、離せよ。置いた置いた、離せ。よしよしよし。これ 100m 見えてきたぞマジで。あーこれが厳しいな。いや、これを椅子をこう、すまん。いやーこちらこそだ。やったすごい、すごい記録だよ。ゴッドメダリスト、ゴッドメダリスト取った。やったいやー俺正直ね無理かなってちょっと思ってたんだけど。おお、いやー始まりましたね。始めましたね。ちょっと二人でねこのゲームをやってみようと思うんですけど。はい、メガババ満腹忍者もいっちゃうかい。忍者もいくかい。まだいける、まだまだあと22文字。FBI とか言っとくかい。は？もう俺は忍者の時点で結構ハーだけど。いや FBI ってなんだよ。ベガババ満腹忍者 FBI って意味が分かんねえだろ。ソフトクリエーションとかじゃなくていい、うん、ああそれでもいいよ、好きな。ソフトクリエーションにしようか。アソシエーションじゃなくていいかい。アソシエーションいや何でもいい、何でもいい。クリエーションなんだ。エーションじゃなくてエーションだね、うん、いいね。ベガバは満腹忍者ソフトクリエーションまだいけるもん。なんでよ、何文字入るんだよ。32って言ってたよ。32って言うからひねり出したのに。どうす、忍者削る。ベガバは満腹ソフトですかね。まあこれいける、まだダメだ。あとは満腹を漢字にする、なるほど、いけるかなそれで。ベガバは満腹ソフト、まだダメだ。結局のところ何文字なの。なんとか物産、じゃあもうベガババソフトでいいんじゃないですか。ひでえことになったぞ。7文字で。ああ、よかった。ベガババソフトで長いって言われたら。すげえ削られたな。どうしようってなってたよ。さあ、悶絶ハリネズミゴルフを出してもらう。なるほどね。キャラゲーのさ、IP ってやつ、ね、ありじゃないですか。うん、育成、どうだい。育成で、内容は、ゴルフ。ゴルフ。ああ、まあ、マリオゴルフもね。そうそうそう。マリオテニスとかマリオゴルフ育成要素あるでしょ。これで作ろうと思います、私は。うん、リアルだったからな、ウルトラマラソンは。これまたね、同じく。ドコンといったらやっぱマニアックじゃないですか。そうだね。マニアックさと作り込み。これでいこうかな。うん。みちこちゃん、頼む。どうかな、取りたいですね。ここで大当てして、うん。でもそんな感じよね。さあ、最初だから、最初だから。うん。高橋尚子のウルトラマラソン、すごかったんだけどな。あ、でもなんかすごいみんな燃えとる。育成ゲームってまだあんま出てないと思うの、世に。独創性でいきたい、俺は。そうだね。こんな育成ゲームがあったなんて、思わせたいもんね。そうなんだ。独創性をアップさせるために井上光造の、ね、なるほどね、2人に上げてもらいたい、うん、いいね、すごい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 、おお21、独創性が躍り出たな。あ、アルファ版できました。でキャラデザとかは一旦外注にさせないと、予算増額した割に、ああ、まあ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 、いいですね、うん、20万だったし、まあまあまあ、これぐらいですよね。できた、やった、バグ、バグ少ないね。ね。7個しかない。20個もバグあったのに。慣れてきたな、前回は。どうしますか、育成ゴルフ。育成ゴルフ。もう高速ハリネズミシリーズの
ああ、そっか、ね。スピンオフではあるんですよね。そのキャラクターを使うんですもんね。うん。悶絶高速ハリネズミゴルフじゃない。なるほどね。個人的にはね、丸山プロのっていうのを言った。丸山プロのっていう文字とあとハリネズミを入れたい。もうスポーツ系はあれなんだ。あ、なんかアイデアがあるかい。もうやっぱり丸山プロでしょ。バーサス。ハリネズミ。1,2,3,4,5,6,7。なるほど、そうきたか。そうなん。スマブラ的な感じだな。そういうこと、そういうこと。スマブラ的な感じでは多分ないですけどね。ねえ、サブタイトルで遥かなるオーガスタとか入れたいんだけど。あ、入れたいね。もう文字数的にペブルビーチの波頭とかですよね。これで満タン。これ入る。丸山 P vs ハリネズミゴルフ。注文。そしてジャンルは育成。悶絶ハリネズミで。悶絶は入れたくない？そうだね。悶絶丸山 P バーサスハリネズミ。それでいきましょう。それでいきましょう。やっぱね、一流のね、プロゴルファーとして、まず出てくるのは丸山プロですから。そうね。で、その我が社を代表する人気ソフトのキャラクターとね、対戦していただく。悶絶シリーズでもあるし、全部詰まってる。一流の選手とのタイアップ企画でもあるし、確かに。俺は独創性高いわ。じゃあ出すよ。いや、出しましょう。出荷！どうだ？ちょっと期待外れ。辛口だな。ロード多いよね、モンスターファームね。まあ、この時期のプレステはみんなそうだ、ね。時期のプレステだなって感じ。はい。はい、モンスターファーム、久しぶりですね、収録も、ね。ご無沙汰しております。ということで、毎回ね、はい、収録開始時恒例の対戦モード、はい、やってみたいと思うんですけど、前回戦ったのはオクトーバーエースくんだったと思うんですけど、おっとおっとなんかそれっぽいやついるな。今回対戦相手になるのはこのノーベンバー M。 オクトーバーエースはね、ちょっと前回負けちゃったんでね、宇宙漂流系に処したわ。あ、負けてないか。勝ったよね。勝ったのに。負けたって言っちゃったけどさ、俺勝った記憶ねえな。そうだ、ね。間違えたわ。間違えて、宇宙漂流系に処しちゃったわ。カッシュ博士じゃん。最後勝ったんだな。ギリギリのとこで逆転したんだったわ。そうだよ。完全に忘れてましたわ。うん、ね、勝ったことを忘れて。勝ち方がね、良くなかったから、ね。稲葉ファームにはあるまじき勝ち方だった。無様なね。闇だね。闇でしょう。よっ、黒い、キモい、醜悪。正直ね、見た目すごいこだわってるから黒々しいね。悪者っぽいやつをね、選ぼうと思って。しかも全距離攻撃あるじゃないか。くっ、うん、へいっ。ちょっとあんまり遠ざかるとな。食われた。お前マジかよ。待て待て待て、今のなしにしよう。そうだね、そうだよ。あのね、そう、強すぎるよこれ。そっか。あの、昔ね、メダロットをやって友人のゾノさんを開幕デストロイで殺したことがある。そうですね。開幕友人殺すの好きだよな。今のなし、今のなしで、うん、よしやるか。よし。これ初見のリアクションした方がいいの？そうだね。ああ、ね。お願いしますよ、そこは。いやー、どうなるかな。いや、緊張すんな。黒々してんな。いや、悪役ですね、見た目が。まあ、さっきの試合も多分使ってると思う。下手だな、お前。ふざけんなよ。頑張ったんだぞ。黒々してんなーって。俺の戦い方は死ね。あぶね。あーたね。いやー、でもさ、割とちょっとちょっと、おら、いや気持ち悪い。あー、え、さっきの300は何だったの？あ、さっきの3ガッツが、そうガッツ弾技。あ、やべ、くそ。
だこうにしかなんねえんだよこの戦いは。三戦勝負って、もう一発やります。スウェーゾーといったらガツダン技なんで、黒々としてるね。いや収穫だな。あのね、そうガッツダウン技主体で戦うモンスターがいいかなって思って、そういうコンセプトだったんですけど、そのためのそうはならなかった。力がね、力やばいっしょ。テレポートだって。おお、怖っ。外すか。 76%。 え、待ってちょっと寄らせろ。あよし、あー盛り上がらないな。今めっちゃ目充血してたな。とりあえずノーベンバー M は宇宙漂流拳。大体宇宙漂流拳なんだな。ちょっと次のモンスターは考えとくわ。戦いがね。そうだね。じゃあ続きをコンティニューだね。ゲームスタートか。準備は万全ですか。まあもう早くやろうよ。やりましょうか。じゃあアメリカなんですかね。あ、えほらこれブルー。あ、誰だっけこれ。ローラ。あ、え、あ、シザーマンだ。シザーマンだ。ちっちゃいよ。ちっちゃいね。え、ちょ、なんで逃げよう。逃げられないんだよ。動かないこの子。ある。おお。え、ちっちゃいんだシザーマンって。大丈夫。落ち着いて処理すれば。どっち行く。右。右か。まず行ったことある部屋。なんであっちから来んの。赤い。だってシザーマンの音するぜ。どっちからしてるの。右からしてない。あ、遠ざかってった。油断。押し倒して走り抜けよう。いいね、いいよ。いいえ、取れてるよ。もう一回。おいいね。はあ、長かった。飲み物を飲むから。麦茶をね、吹かなかっただけ感謝してほしい。なんって言ってた。あそこロックしたらもう安心だと思うでしょうよ。そう。誰の声だ。沢上さん、サッカーをやりますよ。やりましょう。サッカー得意競技ですからね、我々の。スーパーマリオストライカーズというゲームキューブのゲームをですね、ゲームか、二人でちょっと遊んでみたいと思います。いやー、懐かしいな。マスター狭いからな。うわー赤いよ。赤いな、気持ち悪い。そういうことだったんだ。はい、あのオープニングでいた謎のキャサリンは青いやつのね。なんか背景プリプリだな、マリオ。挑発に乗ってますね、マリオが。どうしよう、ボールはどこにあったんだ、一体。このキャサリン、キモくないか。ヘイ。あ、いや、あ、俺、持ってるの、俺マリオだ。君やで。ヘイ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 。パス。ノー無能。あ、でもな、おらナイス。おぉ、シュートじゃ !B だよ。ガミだろ、あれ。あ、俺だ、ほんとだ。いつの間に操作変わったんだよ。うわちょっと待って。ああ、暴力的すぎる。スピーン。ヘイ。ああ。うらいかん。いやー、薄い。あ、なになに、なんか凍っとる。なんかやられた。なんか、はい、いけ。なんで返した。間違えちゃった。お、すごい。なんだこら。ガミピスタチュート。高いな、これ。ほら、あー、入らねえ。入らないね。お、ナイスキャッシー。ほい。おー、
俺もシュート打ちたい。なんかいる、なんか来た、ファイヤーうるさいだけだおらなんかいろいろでき暗いすまんあでもなんかいい勝負できてる感じしますね。ねえ、また来た、やばい、いかん、キーパークリア、ナイス、わあクリアは、クリアは B、 B か、決められたな、決められてしまったね、こいつのせいだあれはどっちだった、俺ではさて、ガミさん、はい、今からですねちょっとガミさんにやってもらいたいゲームがありまして、はい、空気読むやつでしょ、そう、あの何も考えずにガミさんにちょっとやってみてもらいたいんですよ、うん、はい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 、なるほどね、二人連れをこう入れてあげなよってことね、うん、読んだね、読むね俺が普段ロボットアニメの方が好きですよね、普段する行動していいっすか、うん絶対どかないわ狭くなるもん、お前狭くなるもん、俺が譲るのは年寄りだけ、カップルには譲らないのか、こういうのはやる方、今度青いのも出てくるんだ、これはマジで俺初めてですね、うん、一人でやってるのはちょっと見てたんだけどさ、うん、お、なにこれ、松坂牛尾のゆかり、あ、これは笹尾食べ焼き白イルカ、あ、秋田健一、犬だろう、俺馬だもんな、大きいのぼ、大木のぼる、うん、猿だな、野原かける、俺だ、うん、俺なんだ、ゴム続く、ゆりかもめ、へえ、ゾウだもんね、あ、俺や2回いっちゃうよ、ね、あ、2回いっちゃったね、んまた武士道的な、お、なんだい、むずいよこれ。これは難しいね。これ何これ？お、あ、いやいやいや、合体するってことじゃん。あ、合体か。あ、あ、ん？こうこう。これ胴体でいいの？な、俺はどこなんだこれ？合体！あ、俺、お、あれ？うまくないね。なこれ。お手を拝借。あ。って言ったら手を叩いてね。こう。神は読めてないね。あ、これ。ああ、電車が来るからね。ん？あ、もう。あ、そういうことか。ああ、もう。降りてくるからね。結構。はい。ほら、先に。乗れなかったじゃん。なんでだ。お。こんにちは。こんにちは。パスパルトゥ。パスパルトゥです。アーティストですか。そうです。我々は。いろいろなアートを作り出して、うん、それを売ると。アトリエに展示すると、買ってってくれる資産家の人たちが来るので、うん、でお互い絵を描いて、それならどっちの絵が売れたかとか、なるほど、両方売れたらじゃあ高いのはどっちかとかで、うん、勝負もできるんじゃないかなと思って。じゃあ、なんかね、やってみますか。面白そうだなと思って。うん、おぉ。あ、もう描く感じだよ。描けるんだ。ちょっとガミさん描いてみてもらえますか。僕からでいいんですか今、びっくりしましたね。したよ稲葉から描くと思ってたから。もうね、まあ、画家たるものやっぱ、浮かんでから、あ太でかい、あ、戻れないちょっと待って、まあ、そ、え、終わり芸術すぎる、いないよこんなやつ、まだ戻れた戻れた、やっぱね、印象派の画家としてお前も印象派なのか描きますよ、うん、私は、え、目何それこういう眉の形の人いるでしょえ、わかんない。で、青い帽子かぶる人だよ。もしかして、りょうさんですかそうなんです。でかい
いいよ眉毛が。ちょっとね眉毛強調しすぎて。おかみさんこれやばいっすよ。ゴッホのひまわりに並びたいっていう意味を込めまして。こっち米の量産を書いたの。タイトルはおまわり。展示だこれ。ほら。ちょっとお客さん。あ、お客さん動きやばい。どうどう。あ、かなりよく仕上がっている。売れた売れた!181ドル !1 ユーロかな、ね、スネ夫かどうかだけ教えてスネ夫じゃないよ。スネ夫じゃない。スネ夫じゃないよ。スネ夫じゃない。うん。俺かい違うよ違うよ。いや、なんか、似てるかなと思って。鏡っぽいか、ちょっと。クッキングパパですね。あ、見てる。中立あ、でも安い。ガミのやつより安い。なんだろうね、書き込み具合なのかな。書き込み具合かな。どうしようかな。やばいかもしんない、これ。だいたいわかるな、でも。本当に輪郭で。うん。竜王でしょ。本当だ。もう今から竜王にしたいぐらいだ。ん？リボン？ミニちゃん？違う。もうないね。となると。キティちゃんじゃないでしょ。答えは言わないけど。もう違うとか言っちゃダメだね。バレちゃうからね。むしろなんでキティちゃんじゃないと思ったの？だって違うから。なんだろうね、あの耳から顔丸くするってどうやんだろう。ああ、キティちゃんか。キティちゃんは猫か。猫だね。そうだね。いや、猫じゃねえだろ、それ。竜王だろ。竜王だね。こうしたらいい、こうしたらいいんや。ここじゃない。あ、だいぶっぽくなる、これで。キティちゃんの目がわかんない。ガイさん、心の。怖いよ。手抜きすんなよ。キティちゃんって目もあんまるでしょ。楕円じゃない？怖いよ。あ、でも可愛くなってきた。可愛くなってきたね。うん、違うな。キティちゃん、ヒゲは生えてるよね。ヒゲは生えてるよね。気持ち悪い。気持ち悪いよ、なんか。生えてないんだっけ。いや、生えてるけど、なんか違う感じですよ。んー、ちょっと待って。だから、生えてるポイント、キモいわ。一番キモいポイントが生えちゃってる感じしますよ。でも俺、毎週見てたから、サンリオの。朝やってたでしょ、サンリオの。あ、でも、おい、そういう感じかも。そうだろ、そういう感じかも。そうだろ。違うかな。色でないと。こっからの。ちょっと勘弁してよ。勘弁してよ。だってキティちゃん白いじゃん。それ使い方じゃねえだ。諦めんな。もう寝た。カタカナ使って。そうだよ。そうだね。サンリオ本気で怒るよ。キティって伸ばすんだっけ。違うっけ。でもほら違う人。ほらピンクじゃなければな。可愛らしいだろ。単純な。こいつが行くのか。どうだどうだよ。こいつエネルギーしか言わねえな。エネルギーないな。もしこれおお前さっき似たようなこと言ってたやつじゃねえのか。おあ、来た来た。どうだどうだ。ああ、あれだ、あれがジョイズだ。こいつだ。
あ、来た、真っ先な、真っ、あれ素通りはダメだよ、ジョージ。まあ、でももう一回来たよ。うん。頼む、頼むよ、ジョージ。よし。来た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 。ジョージにも、ジョージにも見放される。何でも買ってくれる。クッキングパパですら買ってくれたのにな。ちょっと認めたくないけど、負けを認めざるを得んかもしれん。売れないか？どうだ？お前ピンク好きそう。なんでこんな酷評されるの？色が少ないのかな？終わりですよ。使ってる。うん。画家人生は。そうみたい。うまい具合に締めてもらって。もう、締まってるんじゃないですか。終わろう。